こんばんは。6時のニュースをお伝えします。郡山市で5日、歯科衛生士として働く主婦である女性がおかしな発言をしてしまいました。5日午後3時ごろ、女性の家に義母が孫と会うため遊びに来ていた模様。3時間ほど遊んだ後、義母も夕飯の支度などがあったため家に帰ろうとしたので、女性が孫を抱え玄関まで送りに行ったとのこと。すると女性は歯科衛生士の職業病が出てしまい、お気をつけてと言おうとしたのですが間違えて、お大事にどうぞ失礼しました、お大事にどうぞと言ってしまと言ってしまいました。義母は気がつかずそのまま帰ったそうですが、2時間後 LINE でどこも悪くないわよと連絡が来たとのことです。続いてのニュースです。フィリピン自転車競技代表選手のユニフォームデザインが物議を醸しています。東京オリンピックに向けて各国で代表選手が選出されていますが、フィリピン自転車競技代表選手のユニフォームが教育上問題があると物議を醸しているのです。こちらをご覧ください。なぜかお腹から股間にかけてのみ肌色なので透けているのではないかと勘違いしてしまいます。これには国民からも、よくこれでゴーサイン出したな、せめて後ろで手を組まないで前で組んでなどといった声が上がっているとのことです。これすごいユニフォームですね、これね。いや、あんな股間が見えるユニフォーム着てたら見ている人もポカーンですよね。あ、うまいですね。あ、そうか、股間と。以上、ニュースをお伝えしました。